そもそも僕は YouTube チャンネルで登録者数ちょっと桁読むのめんどくさい100万人ぐらいかな100万人目指してるんですがコメントどうぞ。いいやん頑張っとんね。なんかでも YouTube マジむずくね普通に。俺一人やったら何も慣れてない多分みんなおったけんどうにかなれたやけん。そんな俺から一番のアドバイスは手っ取り早い魅力のある味方を見つけることやね。で一緒にやれ、それが一番手っ取り早いです。俺みてになれる。自分に何のポテンシャルがなくてもこう頼れる仲間と魅力的なチームを築いてしまえばあとはもう上がるだけよが俺からのアドバイスですね。まず仲間を探すとこからね。ポケモンもサトシだけじゃ戦えんからな。こう頼れるピカチュウとか、なんか強いなんかポケモンとかいっぱい味方に入れて初めてあんだけ大冒険できとおけんね。おすすめです。そういうことは立場でございます。あざそういう君的に社長についていって一番良かったなって思ったことは何ですか。一番、いやついていってよかったなって思うことはまあ無限にあるんやけど、一番良かったなって思うことか、これもやっぱ割とねあの人やっぱねワクワクさせてくれる俺をいやなんかそうすげえ上からなったけど、そなんかやっぱねあの人と一緒になったらワクワクするんよね。人生ってさあんまワクワクすることなくない、わかる。なんかすげえワクワクしたんだけど、あれマジ超良かったな。なんかそうワクワクしちゃっていやありがてえなと思ってさ。なんか社長ねやっぱ常に新しいことしたい人やけん、あの人ってあの人自体が多分ワクワクないとダメな人なんよやけんね、めっちゃワクワクをね運んでくれるねそう俺にお届けしてくれるけんやっぱついていってよかった。その度に思っとあいつと一緒にやったらワクワクすることが多い。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。